あった。駅？ああ、やっぱガイドが青葉原のチャリマニアに会いに行くのまんまじゃねえか。おしゃれなカフェって海だよね。覚えてるもん。私、知ってます。こっちじゃねえよ。今どこに行こうとしたんだ俺。こっちこっち、海に行く。早く自転車が欲しいよ。うさぴょんの終わらせたら青葉原駅前に行こう。ほら、あった、カフェだ、カフェ、カフェ。まずい、かんぽ、意外、かんぽ。信号守ります。まあこのゲーム信号守ると地獄見るんだけど。カフェ、カフェでコーヒー飲みましょう。いた、フーミンとモテモン、モテモテン、モテモテンちゃったの。フーミン、渋いフミちゃん、んー、キュンってしちゃうよ。お前もモテモテ持ちだろ、キュンだろ。あ、圧倒的リアジュオーラ。そこのレーで僕に何か妖怪。こっちのナメキチの方でして、ほら、ナメキチ、勇気出して行っちゃいな、行っちゃいな、言いたくなったら行っちゃいな。目に友達の作り方教えてください。やれやれ。そんなことか、ベイベー。そんな簡単なことなら教えてあげるよ、ベイベー。花輪くん、ズバリ、ズバリ、そうでしょう。全力でぶつけることだね。バドルというわけですな。声をかけてよ。もってもってと友達になりたい。やるだに。やってやるぜ。これもしかしてフーミンと戦えるの？でさらに狙う駄菓子。アイテムはあげれないから、まあ友達にはならないかな、イベント戦だとすると。言っちゃ悪いけど、フーミンは全パラメーター大ダウンだから結構鬼な性能なんだよね。これキュン太郎抹殺しないと終わらんな、多分。こっちから行こう。シューザー、交代だ。よし、シロー。交代や。よし、ナイス回避。やった、よし、あとはお前だけだ。いいね。ぬぬ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 、笑いボーナス、ひもじいの。誰も友達になってくれないなんて。はい、ぶつかり合ったわけですが、君よかったよ、友達だね。やった、モテモテン、こっちは普通に友達になってくれた、楽でいい。あれ、お前携帯編にいなかったっけ。これどうなんの、やっぱクリアしたら2人の主人公1人になるのかな。別、大事点別だったらすっげーめんどくせんだけどな。まあいいか。モテモテン、モテオ、モテオさん、モテコさん、モッテ、モッチー、モッチー、なんかいいのあったっけ。キュピット、モッテン、テンちゃん、ラブミーテンだ。モテオ、モテフミ、モッテル、モチ。よし、今日からお前はモチだ。うん、全然関係ない。やった、メダルを手に入れた。やったダニー、やったぜ。こういうアプリ使ってみるといいかも。妖怪の輪、あったあった、これ。いろんなグループができる。揃えるとアイテムもらえるんだよね。アイテムや妖怪がもらえるらしいよ。すごいダニー、来た
妖怪がもらえる。妖怪戦略だによ。ウサピョンに友達できたし解決。ありがとうダニー。花輪くんが友達になった。ダニやったぜ。わーい、結構経験値ももらえた。かわいいバッチ、思い出のロケット模型。何に使えんのそれ。にん、スタミナムールフゲット。モテモテ。気の合う友達見つけてよ。やるね、キュンとしちゃう。楽しかった、遊びましょう。妖怪の輪。妖怪の、あった、ハテナ、コマさん、コマジロウ、テンパルンバ。すごい名前のやつがいる。すげえテンパってそう。至り尽くせり片付けらい、ハテナ、アチーソルブラザーズ。これメラメライオン、汗かき、のぼせトンマンとガルちゃんだよな。ガルちゃん、ガルちゃん、アツルンガルはちょっと忘れてる。でこれあれだね、うんちくまがいるからだいぶ最後だな。発電神、ふさふさん、メラメライオン、うんちくま、ふぶき姫だ。ふぶき姫はねもう余裕なんだよ、髪の目も持ってるから。カッパー、水かき隊、あーカッパ系じゃねえかよ。これ全くわからん。ウサピョンかぶってんだけど。ガシャドクロ、カブキロイド、レアすぎねえここ。ゲスマスターズ、おかえりなさいませご主人様。セバスチャン、セバスチャン以外にもいるのか。ウィスパー、メイドとかいそうだよな。俺たちドライブ仲間、まあいっか、迷い車。はてな、決めて魔王、魔王がいるのか。俺竜、おとろし、すっとんきょう、大人がいい。結構新しいのがね、シングコン、キングコン、シンクタン、言いたいだけで。ライオンさん、昆布さん、メカブちゃん、ワカメくん、昆布スター、ハテナかな。コシパンダ、ヤンキース、ワルニャン、グレルリン、フレフレガール、コンタントイーション、アシタガール、エンラインラ、フービン、オイラン、なんだ美女グループ的なやつか。万年フリーダム、オキラくん、オニさん、こちら、雷蔵、電爆五蔵、コテンパン、ダメンじゃん。歯磨き夫人、あ、歯磨き系妖怪が増えてる。なんだよ歯磨き系妖怪って。一瞬バイ、爆音鳴らし、爆速、あ、早いね。暴走族、メリケンフード業界、タリカリベーコン、お騒がせ、ミュージシャン、あ、一周したね。うん、まあまだまだってことだ。よし、それじゃあ青葉原に向かおう。家まで帰るか。帰るか。子供にはお金は大事なんだ。お、光ってる。チョコボーだ。早く自転車が欲しい。この辺紫色のアイテム復活してないかい。あ、そうだ、あの人んち行ってみよう。無限に銀こけしが復活してたあの人んち行ってみよう。そういえばまだ行ってないや。やっぱあれバグだったみたいで、どっかで直されてたね。は、銀こけ、銀こけ、走れ。というわけでちょっと黒岩さん家行ってきます。ちょっとね、行く前にその辺に宝箱がないかも微妙にチェックしながら行こう。宝箱のためなら人ん家の敷地も遠慮なくと。やってる、多分そこのマンションの周りにもあるはずだよ。一回は侵入しとかないと。侵入しとかない、侵入しと、綺麗だこの家。
マジ広くねこの家。え？マジっすかこの家の広さ。アジの干物、その割には大したもんねえな。どんだけ庭あるの？ここ行けるんじゃね？ほら、侵入成功。黒岩さんじゃなくて暗岩さんだった。暗岩さん、銀河消しください。宝箱あると思ったんだけどな。あ、普通の黄色い方だ。はい、鉄苔。おいおいおい、鉄苔かよ。おめ金持ちじゃなかったの？ジャス、暗岩さん、チース。なかなかいい目をしている。秘めた輝きをなくさないようにな。いらっしゃい、ゆっくりしていってね。あれ、宝箱ないの？宝箱がなくなっているだと？ダメだ、宝箱ないよ。ないな。いっか。じゃあ、あのマンションの宝箱だけちょっと探って。青葉に行こう、青葉に。青葉原。なんか秋葉原で秋葉は言いやすいけど、青葉原で青葉はちょっと言いにくいんだよな。青葉原へようこそ。1個くらいあんだろ、こんな広いんだから。にはないだと？嘘だったんだこと。ん、どうして宝箱がないのよ。天野君、 USA で元気にしてるかな。天野君って誰？そういうことではなかった。よかったな、ケイタ。お前結構有名だぜ。もうすぐ帰国子女だな。妖怪レーダーつってもまだ D だからな、集める気にならんのだよな。うん、帰ろ。青葉行こう。長花はおるんやで、どこにだって。あなたのすぐそばにおるんやで、長花はね。そこんとこ自分分かっとるかった。だからこう、ガードの勧め。そういえばこの奥行ってねえな。なんかある、なんかあるっすか。あんまないっす。ちょっとぐらいの汚れ物ならば、名もなき歌じゃねえか。残さずに全部食べてやる。だから太っちゃった。もうちょっと量考えて作ってよ。こうやって残り物全部食べる、一回一回は大したことないんだけど、ずっと食べてたらそりゃ太っちゃうわ。はい、というわけで青葉へゴー。あ、モテモテンいるし、メンバー変えよう。チェンジメンバー。でもモテモテン両方にいると被るよな。他のモテモテ持ちに変えたいけどしょうがない。うん、敵に取りつかれても平気。うん、マイマイ首。ハックンもそろそろいらんねえんだけど、お金が増えるからな。やっぱ世の中金だぜ。レッツゴー。ペローン。駅前行くよ。駅前。
下画面見ながら走ってたら確実に事故った。今のは、確実に事故ですね。歩行者天国にしろ、歩行者天国に。俺が悪いんじゃねえ。解像度が全然ないのが悪いんだ。プラス下画面にずっとマップが出てるから、マップ見ながら歩くからマップがあるのが悪いんだ。よし、ミュージックカード、いた。ああ自転車サドルくらい素晴らしいよ。あの人だろうね。そこの君、自転車レースで勝負したまえ。いいでしょう、私が勝ったら通行人に勝負を挑むのはやめることです。よかろう、いざ尋常に。1本目、勝負。はっはっ、覇王丸。サムライスピリッツじゃねえ。でもチャリないからね。安心したまえ、対戦相手用の自転車もちゃんと用意してやるぞ。君にぴったりな自転車を見繕ってあげちゃおう。準備っすね、さすがマニアっす。はいはい、レース始めよう。やったー、チャリがもらえる。勝負だ。もちろん君が1位になったらね。なんかのりちゃん違う。コースにはお得なアイテムやお邪魔妖怪が出るよ。立ちこぎとコーナーで差をつけるだに。1回目はね結構きついんだよ、コースわかんないから。よスタミナム。スタミナム、こっちじゃねー。爆速、邪魔すんな、ほのぼの。ここ視点変わるからさ、ほんとしんどい。やべ、やっちゃった。まあ初めのやつだから簡単だね。失敗してもそんな問題ないし。やったぜ。55秒、そんな早くない。新記録、自転車マニアパワフルメイド、オタケン。勝負師だ。あ、いたんだ。妖怪勝負師、勝負を仕掛ける妖怪だそうだに。この勝負を預けてござる。友達になってくんないの。富士そば行くしかない。君、自転車気に入っちゃった。乗り心地最高です。そっか、じゃあその自転車あげちゃう。ま、マジっすか、いいっすか。君乗ってる時さ、そいつ喜んでるような、そんな気がしたんだ。何言っとるだに、真顔。僕ほどのマニアともなるとさ、チャリの気持ちわかるんさ。それにこいつの魅力わかってくれる子が乗ってくれんなら本望さ。スイートホップなママチャリを手に入れた。うっひょ、欲しかったんだ自転車。これ親に怒られるぜ。見知らぬ人に自転車もらったとか言ったらさ、返してきなさいって言われるよ。君好みの柄に変えてやってくれ。確かヨガチ1と2はお父さんに買ってもらってたもんね。ありがとう。すごいだに。すげえ、すごすぎるよ。キモ野郎レベルアップ。スタミナマルは RC ビュンカート。これもしかして飾れるのかな、青葉原に、事務所に。はせめて青葉で、せめて目に経験値玉をください。